ですよ。欲張りなんだからもう。そうよ。そして、本命、トゥーパンプスさんです。トゥーパンプスさん、本命。元気があれば何でもできる。水曜日のデギンちゃん、ひよこで踊る北関東フラワーライン、いるだけでセクハラ、トゥーパンプスです。私と一緒ですね。いるだけでセクハラ。一緒ですよ。私の口がセクハラです。昨日のお墓で、MAV で総理大臣より上ののんちゃんから、青春大臣を拝命しました。いいじゃん青春大臣ね、うん、青春めっちゃいい。今では日向の雪見大福ですが、かつてはカリッと揚げたて青春していたんです。揚げたてとは書いてません。書いてないの？書いてません。なんで？ところで今日のテーマですが、暑いといえばろうそく。ろうそく、ろうそくといえば女王様が大好きなエモーさんには欠かせないアイテムですね。そうですね、私も昔、俺もね、昔あの手にね、ずっと垂らしてた、あのなんかどっちが耐えられるかってね。何それ、熱いよ。やだー、マジで熱い。で手全部ローにしたことあった。え、手を全部。おバカなんですか？おバカです。そうですよ、私知らなかったですか？スーパーおバカですよ。引き直られた。トースポで六本木の秘密クラブの取材をした時の話。隣の部屋ではプレイの真っ最中、女王様からお仕置きをされるエモーさんの、あ、熱い熱いという、なんとも悩ましい喘ぎ声が聞こえてきたんです。ねえ、撮影を終えて、部屋から出てくると、隣の部屋からは、出てきたのは、なんと、テレビドラマではハードボイルド役で有名な俳優さんでした。お名前を明かすのはできませんが、やめてください。某 G なんちゃら出演していた大物俳優さんです。マジですか。それ以来あの俳優さんを見るとろうそくのあの切ない喘ぎ声が思い出してしまう。ねえ、やだー、マジで。チャン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 チャラッチャチャン。え、待って、熱いチャララ熱いチャララ熱いチャララララララ。え、もうそれ答えじゃなくて大丈夫ですか？誰だろう。ねえ、あれだろう。ねえ、本当に。ちなみにあの、やめよう。やめてください。やめよう。ねえ、ダメ。あの G メンに出てた人の兄弟は、前橋でラーメン屋さんやってますよ。ちょっとその人かな。特定しないでください。ちょっとトゥーパンプス後でちょっとメッセージします。ねえ、もう本当に。え、ほら、